はい、じゃあ分,配いいい分配法則ってき何かというとこ,こにもあるけど正式の乗法掛け算をするときの決まりこれを分配法則っていうんですねだか例えば AB+C っていう式があったときにこれはここにかけるっていうのが省略されてるって考えるんやったよなだから A×B+C やと B+C っていう式に対して A っていうのがかかってると これをどうやってかけてあげるのかっていったら A は B と C どっちにもかけていくんですよと分配されるんですよとこれが分配法則ですだから A×B+ A×C つまり AB+ AC になりますよとでこの A が後ろに回った時 B+C っていうのが最初に来てかける ×A っていう形になった時これはどういう風にかけるかっていうと同じで A は B と C どっちにもかかっていくんやと A×B+A×CAB+AC すすという形でかけ算してあげてくださいねとそれだけでねで2つとも今 A っていうのが1つの文字やったけども今度はどっちも式やった場合例えばカッコ A+B カッコ C+D この時にどうやってかけ算するかとこれかける省略されてるんですねこれはさっきと一緒で A たす B っていう全体がこの C たす D にかけられていくわけよ。A たす B かける C、A たす B かける D というふうにかけ算されていくんやけど、それやったらちょっと想像しにくいと思うので、こういうふうに考えておいてください。A かける C、A かける D っていうのをまずやってあげて。でその後 プラス B×CB×D っていうのをやってあげると A×CAC たす A×DAD たす B×CBC たす B×D になるとこういうふうにまあ文字使ってやってるとまたちょっと分かりにくいと思うので実際計算問題していきましょうと1番次の式を展開せよということで早速やりましょう 4x² 2x²-3x プラスこの時どうやって展開するかと。展開っていうのは計算するっていうことね。どうやってするかというと、4 x 乗っていうのがこの式全体にかかっていくんですよと。4 x け× 2 x の2乗っていうのをやってあげましょうと。4 x イ×ス3 x っていうのをやってあげましょうと。4 x ラ× 5っていうのをやってあげると。 こういうふうに計算してあげてくださいじゃあ4 x 二乗かけ× 2 x 二乗は 8x の四乗ですねこれパッとできるかな頭で四かける二は八8 x 二乗かけ× x 二乗,乗は x の二す二乗やから x の四乗やとやるんですねで次ちょっと注意必要ですねマイナ −3x っていうのにかけていくんですね符号は4 x 二乗はプラスでしょマイナ −3x の符号はマイナスやからプラスかけるマイナスで マイナスになるよな。るよ4る3で 12x2 乗ける x で x の3乗で最後 4x2 乗プラス5なのでプラス 20x の2乗というふうに計算ができますとこれが答えですでかけるやつが後ろに来ても1周やでって話したよななのでカッコ2番 3a2 乗マイナス a マイナス 2× マイナス 2a の時これはマイナス 2a っていうのが このそれぞれに対して掛け算されていくんやというイメージを持ってあげたらいいよねじゃあちゃちゃっと計算しますね 3a2 乗マイナス 2a でマイナス 6a の3乗でマイナス a× マイナス 2a マイナスのマイナスやからプラスになるよなプラス 2a の2乗そしてマイナス 2× マイナス 2a マイナスマイナスでプラス 4a ですねっていうふうに計算ができますと いいですかはいそしてッコ3番これはちょっと難しいかなと思うけど 4x2 乗マイナス 3x プラス1ッコ x+2 とこの2つの式をかけるんやったでとだ結局はさっきもやったけどまあ、どっちの式でもいいけどもじゃあ今回後ろから行きましょうか x+2 っていうこの2つの要素がそれぞれ前の式にかかっていくんやとそんなイメージを持ってくださいなんでまずじゃあ x けす全ての 4x2 乗 x×−3xx×+1 っていうのをしてあげると。足すそして続いてプラス +2×4x の2乗プラス2 × 3 x プラス 2× プラス1というのをやってあげるんやと。もう一回言うよ x からいくね x×4x の2乗だから 4x の3乗ですね。 x かけるマイナス3 x だから −3x の2乗そして x かけるプラス1なのでプラス x やなと次いってプラス2に行きましょうプラス2かける 4x の2乗なのでプラス 8x の2乗プラス2かけるマイナス3 x 2かけるマイナス3 x やから −6x プププラララス1でプラススけるでやとあ,あ、これで終わりって思ったらあかんねんな。なんか長ったらしい式でしかも同じ時数と文字を持っている項が何個か出てきてますよね。これは項をまとめるっていう作業をしてあげなあかんと。要は同じ文字同じ時数の項を計算してあげるんですね。整理して計算してあげてください。じゃあどうなるかというと x3 乗は1つしかないから 4x の3乗。を で x 乗の項は -3x2 乗と +8x の2乗があるよななのでプラス +5x の2乗と +x と6 x で5 x そしてプラス +2 というのが最後に残りましたとこれで答えになりますと。